どうも、お疲れ様です。今回もね、いただいたシートを元に添削をしていこうかと思います。まずは、三尊から行きましょうか。三尊ね、これ確かに三尊が目につくところなんですよね。しかも、高根県でしょ。で、強いて言えるのが三尊なんですけども、実はね、三尊に関しましては、ぐーっと高根県を作っていく過程で、ぐーっと,ーっと高根県作るでしょ。高根県作って、ここで、例えば三尊が、 ヘッドアドショルダーがこう,できますよ、ね、こうなった場合はこのネックラインからグッとね下落していくことっての可能性高いんですよじゃあ今回サンゾンでいただいてるこちらのシート同じじゃないかというふうに思われますけども実はねちょっと事情が私からは変わって見えるんですよというのは重ねて書きますけどもこういうふうにえっ、ー、と下の方からね 伸びてくるのは同じなんですけども三存の大きさなんですよ例えばこの辺りから始まった三存ねこういう風になると大きく下落ってのは私は起きにくいと思ってるんですよそれは今までの三存を何回も経験してからの統計学的なものではあると思うんですがどういうことかっていうとねまあ、お気づきだと思いますけども 高根県の上の方にできた小さな山尊は大きく下落する力を出すんですけども出すんですけどもねえこうねでも今回赤で描いたのって上の方にちょこっとできた山尊じゃなくて結構全体的なねこれ大きさがあるじゃないですか要するに山尊の肩がね肩が随分下の方にあるでしょ これに関しては大きく下落って起きにくい別の形になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、今回のいただいたシートの3ンですけども、まさにね、全体的な黄色で書きましょうか。チャートの流れっていうのはここですけども、3ンがね、このあたりで起きてるんだったら、まあ、大きな下落ってのは起きるんじゃないかなと思うんですよ。こういうふうにね。ここで3ンが起きてるんだったら。 ただこれに比べてそののというのがちょっと下寄りなんですよねこの辺りで3尊っていうのは形成されてますんでそうなると大きく下落するよりも別の動きを作っていくんじゃないかなというふうに判断するんですよこっちの方が確率が高いと思いますというところで2つ目に行きますけどもあれ次ですよねこの三山っていうところです 散々ちょっと今回も黒でいきましょうか三山がここで形成されてるんじゃないかなっていうところですこれはねその通り12三山ができると思いますのでそうなったら三点天井で下の方に行くことを考えてもよろしいかと思いますつまりはレンジ内オプションなんですよだからこのレンジ幅っていうのがねまさにその通りで今私たちが見てるのはこれはね、えー、とウィークリーですけどもまさに、えー、とレンジ内オプションを見てるわけなんですよ これが一つの見方です。だから、周足の場合、もうちょっと引き付けた後でセルに入るっていうシナリオはできますね。もう一つ、もう一つなんですが、散々ってあると同時に、あとこれはね、ペナントも見えるんですよ。だから、どっちを見るかってことになります。ペナントの場合は、これが上に行く前に収縮していって、ちっちゃくなって、 手ブレイクということなんで上にも下にも跳ねる可能性がありますからねその時にどこまで跳ねるかっていうとサポートラインのところまで跳ねるか散々とされた頭のところつまりレンジ幅を見ることになるんですよでレンジインレンジって話をよくしますけどもこのレンジをさらに超えたらもっと大きく伸びていくっていう風なシナリオが作られる2段構え3段構えになってるっていうことなんですよね はい。他に答えることあったかなレジスタンスラインとサポートラインですかうん、そうですね。一番上の、この、ここに関しましては、まあ、点が1個しかないんですけども、レジスタンスラインはできますよね。まあ、ただこの152円っていうのはなかなかもうね、いかないんじゃないかなと思います。と、同時にこちらの方、いくらかな ?114 円。これもなかなかいかないと思いますよね。ですんで、しばらくは、ここを中心とした価格帯で、 やっていいいいくんじゃないかなかう,うに思います、ね、ですので当面はですねレジスタンスラインと、まあ、サポートラインは同じですけどねこういうふうに考えていくとあの習慣足は見やすいんじゃないかなというところですねはい、えー、シートの提出ありがとうございました私からの解説は以上です